皆さん、こんにちは、大地です。えー、先週末のクラスはね、えー、コンフォートゾーンっていうのをね、えー、検討したりする時間があったんですけれども、まあ、コンフォートゾーンっていうのは、えー、結構コーチにとっては重要ね。で、まあ、なんでかっていうと、人間ってどうしてもそのコンフォートゾーンって言われるものの中で発想しちゃう。で、コンフォートゾーンって何かっていうと、まあ、自分が経験したことがある世界で、まあ、慣れ親しんだ世界で、まあ、 もっと本質的なことで言えばこう予測がつく世界まあこういうふうにしてればこんな範囲で収まるだろうとかこういうことが起こってもこうしたらいいだろうって予測がつく範囲ねでやっぱ人間ってそこが居心地がいいからどうしてもその中に安住しちゃうでやっぱ外の世界に出ようとしないっていうことがあるのね。 でまあ、別にそれでも全然構わないわけなんかね別に無理して頑張んなくたって慣れ親しんだ世界の中でまあなんか大切にしてること大切にしたりやりたいことやったりで人生生きてもいいじゃんとねなんか人から外に出ろなんて言われても余計なお世話だよって考え方もあって、まあ、それはそれで全然もちろんいいと思うしでなんかコンフォートゾーンの中で目標設定していろんなことやってみるっていうのも全然ありだと思うんですよねただまあちょっともったいないとしたらなんかコンフォートゾーンの外側の世界ってあんまり体験したことがないから外側がどうなってるかわからないんだよね で分からないからこそなんか本当はその外側に好きなこと楽しいことより自分らしいことがあるかもしれないんだけどそこにねなんかアクセスできないから気がつかないまま死んでっちゃうっていうのはもしかしたらもったいないかもしれないでだからまあコーチは念のためねコンフォートゾーンの外側の世界も知ってもらった上でなんかそっち側でやりたいことがあるんだったらそっちチャレンジしようよってなるんだけどまた今度脳の,の性質としてさ あの、やっぱ慣れ親しんだ世界じゃないところに出るとちょっと不安とか恐怖とかが出るじゃない不安とか恐怖とか出ると人間って脳のこの工事系の機能、工事機能ね、あの高いレベルの機能と抑えちゃうわけだよね。なんか、えー、よくよく考えたりさ、客観的になんか検討してみたり、そういうことしなくなるわけだよね。で、代わりにどうするかっていうと、 戦うとか逃げるとか死んだふりするとかそういう原始的なさ回路で緊急対処しようみたいなモードに入っちゃうっていう、まあ、性質があってだからなかなかねあの外側その慣れ親しんだ世界の外側のゴールも描きにくいし外側のゴール仮に描けてもそこに向かって動いていこうとしてもなかなかうまく動けないみたいなことがあるんだよねでも実際には外側のゴールを描くための手法もいっぱいあるしでゴールが描けたらねあのそこに向かってねこう 心理的な抵抗を回避しながらとかね、うまいこと飼い鳴らしながらあの進んでいけるようなやり方っていうのももちろんいっぱい存在してるわけね。だから、まずはね、あの、のそっか、でも結構自分ってこの範囲の中で、えー、ゴールを描いちゃうんだな、みたいなことを考えたりね、えー、気がついたりしながら。で、えー そしてね、なんか外側の世界どんなものがあるんだろうってちょっと興味を持って、ね、安全な範囲でいろいろと情報収集してみたりしつつ、やっぱりやりたいことがあったらね、少しずつでいいんですよ。なんか、いきなりだってさ、あのー、ね、例えばだけど、えー、アスリートコーチやりたいっていう人がね、なんか、それはそこら辺のなんかさ、ね、 えー、アスリートにコーチングしてる分にはいいと思うけどいきなりね、まあ、今オリンピックやってますけどオリンピック選手でさ、えーねえー、次の試合で金が取れるかどうかっていうところのコーチやってくれって言われてもさやっぱりちょっとビビっちゃってさなかなかうまくやれないみたいなことってあるじゃん。 ステップ踏んでいくって大切なんだよね。なんか自分が確実にやれる世界からね、少しずつこう拡張していってっていうことも、あのー、逆に言うとやればできるわけだしね。まあみたいにやれる方法はいっぱいあります。で、まあなのでまずはね、なんか、あ、そっか、自分はコンフォートゾーンの中に生きてるのかもしれない。じゃあ外側には何があるんだろうってこう興味を持つところからね、始めたらいいし、じゃあどうしたらそれがやれるようになるのかななんて作戦を練ってみるといいんじゃないかなということです。えー、もう少し詳細はね、あのー、 今日8月5日かなに、えー、書いてる、えー、ノートなんかにもね書いてあるんで、まあ、概要欄のねリンクから飛んでみて、まあ、よかったら見てくださいということでそれではまたバイバーイ